ついで開けてありますよ。これ演出さ。セクター検知スイッチを押してみましょう。おららら。はい、どうもこんにちは、ございます。HK ワールド、HK です。はい。今日は何が悪いぜ。はい、というわけで、はい、今回はですね、とある面白いものが中国本土からやってまいりました。はい、さてそれは何かというと、でででででてんでねん、じゃん。ケストレル V2 と、そしてケストレル V3 のベーシックバージョン、はい、届きましたよ。というわけで今回この電子トリガーを開封レビューしていこうと思います。はい、というわけで今回ね、ケストレルシリーズのベーシックというやつをね、入手いたしました。はい、イーシュータ社のね、スーザンさん、そして誰だっけ、ティムさん、はい、いつもね、ご協力ありがとうございます。感謝しております。はい、でね、これがね、日本に、初上陸。はい、私の手元にやってきたのが日本で一番目というわけでございます。というわけで、ね、これは開封ね、レビューの方していこうと思います。じゃあね、まずケストレル V2。はい、こっちの方見ていきましょう。はい、箱の外観としてはこんな感じです。従来のね、ケストレル、V2、ベーシックじゃない方ですね。は、こんな感じのパッケージでした。だいぶちっちゃいね。まあ、こうちっちゃい理由はあんまないかもしれないね。まあ、一応廉価版ということなので、まあ、そういう立ち位置の設定ですと。なんで、今回ね、このケストレル、V2、V3 ベーシックには、Bluetooth 機能はついてません。はい。なので、ケストレル V2 では、そう、技的のね、取得とかあったんだけど、そういうのは特にございません。はい。電波飛ばさないんでね。で、あと、基本的な、設定できることがあんまないです。ただ、必要最低限の機能は組み込まれているので、それもね、追って、説明の方を、していきたいと思っています。はい、じゃあね、レッツ開封、おいえ。はい、と言ってもね、もうすでに開けてありますよ。これ、演出さ。はい、はい、こんな感じでございますと。はい。ケストレル V2、ベーシックじゃないバージョンの時と同様に、SIM がね、いくつか入っております。そして、コネクターセットですね。はい。これがもともと、T コネだ、なので、バッテリーを T コネに対応させるためのコネクターがついてます。そして、あとは止める用のネジね。はい。その辺もついております。はい。そして、スティッカーですね。一応、このケストレル V2 の時も、ベーシックじゃないバージョンの方もそうだったんだけど、まあ、ステッカーがね、こう、後ろの背面のステッカーの替えがついてます。はい。僕が以前ね、この動画で、ケストレル V2 ね、使ってたらちょっとおかしくなったっていう動画では、まあ、発熱によってね、この、シールがちょっと溶けちゃったってことがあったんで、今のところ僕、ケストレル V2 を使う際は、このシールの二重貼りをお勧めしております。はい。今回どうなるかわかんないので、一旦二重貼りはね、しないでおこうと思ってます。はい。取り付けの際はね。はい。で、ついてきたのが、インストラクションマニュアルということで、はい。これをね、ちらっと見ていきましょう。だいぶね、ちっちゃい字で書いてあるんで、私もすでに老眼が入っておりまして、はい、嘘です。ちょっと見づらいんですが、ちらっとね、見ていきましょう。はい。ボルテージレンジっていうのがあって、まあ、要は何ボルトまで対応できるかっていうところなんですけど、それがなんと17ボルトまでいけるって書いてあるんだよね。確か前はね、あ、前も17ボルトだ、ほら。ね。うん、ここを比較しながら見ると、ちょっと面白いかもしれないね。うん。で、待機電力はなんと、ケストレル V2 に比べて、ちょっと3ミリアンペアほど増えてるね。なんか不思議だね。うん、こっちの Bluetooth だからさ、なんか電気食わなそうな感じだけどね。はい。で、テンパーチャーレンジと、まあ、どれだけの湿気、対応してますかっていうとこだけど、ここは、まあ、あ、違うね。テンパーチャーレンジは、100度まで耐えられるって書いてある。で、こっちの従来の方は50度までって書いてある。ずいぶん違うね。まあ、あれだね。センサーが多分光学系かそうじゃないかの違いなんだろうね、きっとね。なるほど、なるほど。で、湿気に対して同じく 80% までは耐えられますというスペックみたいです。はい。
よっしゃね、次の方行ってみましょう。コーションとプロダクトフィーチャーは特に必要ないので、じゃあツールキット、チェックリストに関しては、まあ、特に、入ってるものが、ちゃんと合ってるかどうかっていうところの観点で見ればいいと思うんですけども、はい。気にしなければならないところは、プロダクトオーバービューということで、この、電子トリガーがどういう風にね、センサーとか構成されてるかっていうところを一旦頭に入れておいた方がいいでしょう。はい。これはちょっと物を見ながらね、お話ししようと思っています。はい。そして、セレクタープレートですね。これがなんか対応してるものとかちょっと注意が必要だったりとか、そういったものがあったりするので、そこをねチェックする観点でここを見ておけばいいかなと思います。まあ穴が開いてたりしたり、するものはちょっとね対応してなかったりっていう、注意書きがあったりするので、まあちょっと自分が組み込もうとしている電動ガンがどうなってるかっていうのをあらかじめ確認しておいた方がいいかもしれません。はい。で、次に関してなんですけども、ここは、ま、特に大したことはないね。ネジ締め込みすぎるなとか、ワッシャー入れろとか、まあ、そういう話だし、あとは、ギアとね、線の間の、まあ、間隔はちゃんと開けといてね、っていう感じの説明だったり、あとは、モーターの接続端子の方、逆に曲げたりしないでね、とか、そういった注意書きがしてあります。はい。あとは、ちょっとこれね、イシュータさんからもね、一応ここ気をつけてねって言われたんだけど、あんまりね、僕ね、なんだろう、あんまり、それそんなに気にすることって思ったんだけど、一応多分ね、故障例があったんだろうね。うん、一応ね、注意を事前に受けましたので、念のために僕の方からも注意をしておこうと思います。はい。セレクタープレートを取り付けるときですね、メカボックスに入れる際に、ちょっと物を差し示した方がいいよな、きっと。テスト用のメカボックスを使って説明した方がいいかもしれないね。うん。ここに書いてあることをちょっと実際のものを使って、説明できればなと思うんだけど、セレクト、まあ、ここにね、ケストレル、V2 ベーシックが入ってることを仮定して話をすると、こうやって入れるなって言ってんだよね。うん。だから入れる際は必ずここに来てるセンサー、要は、こんな感じ。そう、ここのセンサーの部分を、こう上からこういう感じで入れてくれって話みたいですね。要はこっちからスライドさせると、センサーの、セレクタープレートセンサーが、破損する可能性がありますというふうに僕も言われたので、一応これ説明書きはあるんですが、一応注意喚起のために僕の方からも、お話ししておきました。はい。で、一応、まあ、今回ね、大丈夫だと思うんだけど、一応説明書に書いてあるんでね、読んでおくんだけど、セクターギアをね、逆転させるなって言ってんだよね、これね。そう、逆転させると、センサースイッチがね、壊れるって言ってるんですよ。そう、けど、多分ね、今回のスイッチの角度だと、多分大丈夫だと思うんだよな。そう、だからね、今回は開封レビューに、とどまるので、実際に取り付けの方はね、またいつかね、お見せしたいと思っているんですが、今回ね、このね、斜めの角度だ、この角度だと多分、セクターギアをね、逆回転させても多分ね、破損はしないと思うんだよね。まあ、実際にやってみないとわかんないし、一応ここでは、逆回転やめとけって書いてあるので、一応、お話ししておきます。はい。でね、ここでちょっと話変わっちゃうんだけど、僕がね、以前、DSG 専用の、電子トリガー作りますって言って、動画でもね、あげたかと思います。はい。実はね、もういっぱい出荷するために、物を作ってあるんですよ。ところがですね、僕がこれを売らないことにちょっと決定しちゃいました。はい。で、理由があってですね、そう、今なんで角度の話をしたかというと、同じ角度なんですよ。そう。イーシュータ社がね、こんなちゃんとした電子トリガーを出してくれるんであれば、俺の出番なくねーと思って一緒でしょ。そう。僕が今回、売ろうと思って作ってた、ベースがね、T238 バージョン 1.42 の、DSG 対応電子トリガー。そう、これね、
ここのセンサーをあの位置を変えてるんですよ。そう、こうちょっと斜めになってるでしょ。そう、この角度がね結構重要で、この角度にするとあの DSG のギアの検知をちょっと早くできたり、 DSG のギアが逆回転してもここが破損しないような、一応仕組みなんですね。うん、なので多分だけどこれね逆回転耐えられる気がするんだよな、わかんないけどね。うん、ただ逆回転は仮にダメだったとしても、この角度だと多分ね DSG のギアもちゃんとした位置で検知できる気がするんですよ。うん、なので僕はこの電子トリガーを使って今後DSG で使えるかどうかっていう観点で、皆さんにね、情報をね、送り、あの発信の方をさせていただきたいと思っております。はい、ではね、話しながら、さらっと出しちゃいましたけども、これが、はい、ケーストレル V2 ベーシックでございます。はい、いいですね、いいですね、新しいものはいつもいいね、最高、ほら見てよ。はい、というわけで、従来品との比較をしてもあんましょうがないので、今回の、新しい製品の、特徴っていったところにね、ちょっとフォーカスしながら、お話の方をね、していこうかなと思います。ではね、早速、お話の方していこうと思いますが、まず、ここがセクターギアセンサーですと。うん、なんかここがパチ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 動くことによって、セクターがね、一回転したのか、もしくは DSG ギアが半回転したのかっていうのを検知する場所ですと。はい。で、今回ね、ちょっと気になったところがあって、ここのセンサースイッチ、実は特注品というか専用品ですね。なんだっけ、一応ここの、センサースイッチって汎用なんですよ。だから、普通にここが壊れたら交換するためのっていうか、これ汎用品、普通は汎用品なんでね、汎用品ねやつをつけられるんですけど、これ実はね専用なんで、ここのバネのテンションがちょっとね異常なのよすっごい硬くて、これうん、だからかなりの高回転も検知するように多分なってんだと思うんだよね。うん、まあ真意はわからないけどね。うん、はい。そして、次に気にするべきところが、ここ、トリガーセンサー。そう。確かね、どっかのメーカーもやってた気がするんだけど、ここね、このセンサースイッチをここに持ってくるメーカーすごく多いんですよ。あと、ここに、マイクロスイッチ、このやつ。そう。をね、ここに持ってくるメーカーすごく多いの。多いんだけど、あれ使うとチャタリングが起きるんだよね。チャタリングって言ってんのは、バネの、トリガーのバネがピョンって跳ねて、一発しか打ってないのに、なんか二点バーストみたいな感じになっちゃったりってすることが、まあまああるんですよ。で、今回ここに採用されてるスイッチの特徴としては、ここがね、結構硬い。うん。要は、こういうね、伸縮式、押し出し式のね、センサースイッチになってるので、チャタリングが起きづらいんですよ。そして、ここ結構硬いんで、多分だけど、トリガーのバネ、多分なくてもこれ動く。戻せる。トリガーを戻せるぐらいの、これテンションあるんですよ。だから、かなり、スピードトリガーとかのチューニングに向いている、スイッチなんじゃないかなと思います。はい。そして、次は、ステータスランプがこれあるんですよ。そう。だから異常が、起きたとき、例えばギアがロックしたとか、そういうことが起きると、このランプを使って、ユーザーに、お知らせをね、インフォメーションを、出すっていうような仕組みになってます。ただ、この LED、多分それ以外の機能もあると思うので、詳しくはね、ちょっと取り付けた後にね、僕が検証して、皆さんにお知らせしたいと思っております。はい。そして、ちょっと、最初から気になってたでしょ、みんな。これなんだと思うこれね、ゲルブラ用のあれなんだって。そう、要はゲルブラスターっていうね、中国の水で膨れるね、ボール玉を打ち出す電動ガン、まああるんですけど、それの、そっちの、そのマガジンに給電するための、まあ仕組みっていうか、それの、その電気を取るための、コネクタらしいです。はい。まあ以上、そんなところには、なりますね、表面としては。じゃあ、この裏の方行ってみましょう。はい。セレクタープレートがね、当たるとこですね。さっきちょっと注意したのが、要はこれを、こうね、メカボックスに入れるときに、こうやって入れるなって言ってんだよな。まあ確かに、こっちからこうやって入れると、こう引っかかるんで、多分ここは壊れます。そう。だからこれをちゃんと上から被せるようにして、こういう感じ。うん、に入れましょうねっていうさっき話だったんですよね。はい。で、今回のこのケストレル V2 ベーシックは、ここがね、2段階方式なので、結局、
セミあセーフティー、セミ、フルオートの3ポジションを検知できるようになってます。なので電子ロックがかかるタイプですね。だからなんだっけ、あれがいらないんだよね。ちょっとこれついてないからあれなんだけど、ここのところにね、なんかこう、こうくにょくにょ動くさ、セーフティーレバーだからって言ったか忘れちゃったけどそう、あれあるじゃないですか。そう、あれはね、つけなくても OK っていう、感じみたいです。ただこの仕組み、ここの感じを見てると多分ね、あれ入れられる気がするんで、入れたい人はどうも入れてもいいよっていう仕組みなんじゃないかな。なんだっけ、ゲートのアスターと多分同じ、捉え方をして問題ないんじゃないかなと思ってます。はい。裏面としてはね、以上そんな感じでしたね。で、1点ちょっとだけ気になることがあって、僕の手元に届いたときこうやって来たんだよね多分ここをよっぽど気にしてんだろうね、壊れるんじゃないかって。そうだから、これね、開発まだね、この今回僕の手元に届いたものが必ず皆さんの手元に全く同じものが届くとは、限らない、らしいです。はい。なのでこれはまだちょっと開発して発売する直前のものをね、僕の手元に届いているので、これがね、ついた状態で、送られてくるかどうかは分かりませんが、僕の手元に来た時はこうなってました。ちょっとね、なんじゃこれって思うので、これはハイで、使ってください。はい。はい。じゃあまあ以上、開封としてはそんな感じとなっております。はい。ちょっとね、通電だけやってみよっか。うん。どんな音がするかちょっと楽しみだしね。まあ、組み込みに関しては、もうちょっとね、時間を置いて、今度ね、プロジェクトで、カスタムする電動画の方に搭載していこうと思ってますんで、はい。ご期待いただければと思ってるんですけども、じゃあね、ちょっとね、セットアップしてみましょう。あ、そうそうそう、せっかくだからさ、あ、そう、これね、ブラシレス対応なんだって。うん、だからブラシレスをね、使ってやってみましょう。はい。先日ね、修理して修理できなかったじゃーんって言って終わった、ブラシレスモーターです。はい。よっこいしょ。そう、なんかね、実は動くんだよね。修理成功してるっぽいんだよね、これ。よっしゃ、これ繋ぎましたと。よっしゃ、それではね、いきなり、リポバッテリーを繋いで検証しちゃいましょう。はい。光学センサーとか難しい仕組みではないので、うん、まあ、特にね、問題っていうか、気にしなければいけないとかないかなと思ってます。はい、じゃあ、行くよ。せーの。なんかさ、うるるるって音したね。わかった、わかった。ブラシレスモーターにつなぐと、なんだっけ、イニシャライズ音がしないので、普通のモーターに一旦つないでみましょう。はい、よいしょ、これで、多分まともな音が鳴るはずだよ。はい、せーの。あ、ピーって言うんだ。面白いね。じゃあ、トリガーを実際に引く動作をね、やってみましょう。ここ押せばね、モーターもあるはずなんで。あれ？あ、そっか。電子セーフティーがかかってるから、ここ押さなきゃダメだね。なんかワンアクションを起こすたびに、LED がつくっぽいね。ほら、この丸のとこ。ね、へえ、面白。よっしゃ、回してみましょう。おお、また。ペッペッってなったね。セクター検知してないから、多分。ペッペッ。面白。よっしゃ、セクターを検知するために、手でね、セクター、検知スイッチを押してみましょう。おらららら。てか、手から暴れやがった、この野郎。もう一回いきます。よし、いくよ。せーの。うわーわーわー、手で掴んでらんないんだけど。やべえ。線がぐにゃぐにゃになっちゃった。まあいいや。よし、じゃあね、今度は、ブラシレスモーターでもね、動くかどうか、チェックしてみましょう。あ、すごい。モーターと接続したりすると、なんか面白い。なんか光ったね。なんだろう。まあいいや。じゃあ、ブラシレスモーターがね、ちゃんと想定した動きをするかチェックしてみましょう。ちょっとモーターを固定してやりましょう。うん。なんかちゃんとした動き見たいもんね。よし、これでいいや。じゃあ、セーフティー、解除、スイッチオン。あれ？
やっぱ動かんくね、このブラシレスモーター。あー、なんかダメだね、うん、やっぱこのブラシレスモーター壊れてるかも。まあいいや。ちょっとね、普通のモーターに変えましょう。よっしゃね、ちゃんとモーターがね、センサー検知して止まるかどうかチェック。お、止まった止まった、ほら。おお。おお、動くね。おお。なんかね、あんまりアクティブブレーキが強くないかも。うん、もう一回いくよ。うん、もっとカッチリ止まっていいと思うんだけどな。うん、オンストップ、オンストップ。まあアクティブブレーキはね効いてんだよ。なぜかというと、セクター検知をね、こう指で押した時にすごいでかいスパークが起きるでしょ。ちょっとやってみるけど、ほらすごいスパークがね起きてると思います。はい、このスパークはアクティブブレーキが効いてる証拠なんで、アクティブブレーキはね、ちゃんと効いてるかなと思います。はい、なるほど。じゃあフルオートにして、それで動かしてみようか。せーの。あ、そっか、ここ検知してないからか。おー、おー、なるほどね。一応ちゃんと動作はしてるみたい。で、今 11V のバッテリーをつないでるんだけど、今 EGC につないで負荷がかかってない状態だと、もうスレッドの発熱はほぼほぼないっすね。うん、あとはここにスプリングっていうね、負荷がかかった時にどれだけもスレッドにね、負荷がかかるか、まあそれはちょっと実際に組み込んでね使ってみないとわかんないかな。はい、というわけで、これ一応ね、なんだっけ、プログラムのね、一覧っていうか、設定表をね、ちょっと見て、皆さんと一緒にね、お勉強できればなと思ってます。あ、うえ。はい。なんかね、これ、セレクターを、これどっちかな、セーフにしたまま、多分、3秒引っ張れって言ってることだと思うんだけど、ちょっとここが分かりづらくて、なんとも言えないんで、うん、おそらくセーフティーにしたまま、ロングブレス3フォアエンタープログラミングって書いてあるんで、3秒ね、セーフティーにしたままトリガーを引くと、プログラムモードになりますと。うん、やってみよっか。OK。 じゃあ今セーフティーに入ってる状態なんで、ほい、1、2、あ、プップップっていった。今設定モードに入ったんかな。プリゴックの設定は、2タイムズってなんだ。なんか違うな。やっぱ、セミに入れた時かな。セミで、いや、何も起きないね。ということは、やっぱり、1、2、うん、プップップっていうね、2回。1、あ、ダメだ、分からん。分かりません。はい、変な設定をしてしまいそうなのでちょっとやめておきます。はい。はい、やめておく代わりに一応できることをね、こいつの上で、見ていこうと思います。はい、一応設定内容としては、プリコックがね、全部で 1,2,3,4,5 段階あるみたいですね。はい、で最後がオフってなってるみたいです。あと、セミポジションの時に、バイナリトリガーをするかしないかっていう設定が可能みたいです。はい、そしてフルオートの時に、3点バーストにするか、ただのフルオートにするかということを選択できるようです。はい、でこの4番目に関しては、僕ら日本人は関係ないので飛ばしますね。これさっき言ったゲルブラのマガジン球団の設定なんで。はい、で最後に AKG36 モード、これはケストレール V3 ベーシックだけの、設定モードになっています。はい、でここでね、中ちゃんと見ておかなければならないところがあって、ここにね、ちっちー字で書いてあるんですよ。ちゃんとすごいことが書いてあって、
ザ・ケストレルベーシック発音オリジナルセルフラーニングファンクション Which can automatically determine the position of pre-cocking stop based on different speeds and rows。 ん？はい、というわけで、何を言いたいかというと、こいつは、これ実はあのプリコックのレベル設定なんですよね。ただのそうだから、よくあるあの何ミリセカンドをさ遅らせるとかそういうあれじゃないです。そう、何がついてるかというと、ピストンの要はセクターギアの、回転速度、そう、あと負荷をこいつが自動的にセルフラーニング学習して、適切なプリコック位置を自分で合わせてくれるっていうね、素晴らしい機能なんですよ。はっはっは、すごいよね。そうだから、なんだっけ、例えばね、バッテリーが切れるとかどうするか、あのバッテリーがちょっと弱くなったとか、そういうのも全部こいつがここに合わせて自分でプリコックの位置を自動調整してくれるわけですよ。いや、素晴らしくない？これ、この価格でこの廉価版でその機能がついてるってすごいでしょ。はははは。はい、というわけでね、ケストレル V2V3 ベーシック、はい、にはね、とても素晴らしい機能が実はついております。はい、まあそんな感じでございますと。はい、で実はもうこれこのページね、実はね販売ページなんだよね。もう売ってんだよ、ほら。なので、本家のねサイトが実はもう入手可能な状態です。はい、もしねご興味のある方はもうバシバシ購入していただいて、そしてバシバシ乗っけてね利用してみてはいかがでしょうかという感じでございます。はい、というわけで一旦ねケストレル V2 っていったところに関しての、開封に関しては以上となりますが、動作はね一応変わらないので、中身だけねちょっとご紹介だけしておこうと思いますが、こちらはケストレル V3 ベーシック、はい、でも中身見てねちょっと開けてみましょう。はい、実はこっちはね初開け。はい、特に何か違う点はないかなと思うんだけど、まあ、なんだっけ、セレクタープレートに関しての注意事項が、まあ、形が違うだけで似たようなこと言ってますと。うん、あと、まあ、ネジ止めした時にね、後ろから飛び出ないかどうかチェックしてねとか、これもね、大体同じことを言ってるので、うん。ね、あと V3 に関しては、ちょっとね、一点ね、気にしなければならないところがちょっとあるっぽいね。これ多分注意点の一個だと思うんだけど、うん。これね、ステッカーがね、一応ついてきてますと。はい。で、ここになんかね、こう黒い点々点々みたいな、ほら、ステッカーあるでしょ、これ。そう、これ実は、なんだっけ、このケストレル V3 ベーシック、先頭の部分がメカボとね、接触することがありますと、とか接触するんだよね、この仕組みだとね。この白いところ、そう、これがメカボの金属の部分と直接触れるとショートする可能性があるから気をつけてね。だから、それを防止するためにこのシール、ここに貼ってね、よろしくっていう注意書きだそうです。はい、ここですね。まあ、これもかなり、気をつけなければならない点の一つかなと思っております。はい。まあ、それぐらいかな。V3 に関しての違いといえば、一応なんだっけ、プログラミングモードに入るときの説明、ここにも書いてあるんだけど、うん、やっぱこれ見てもね、やっぱ一緒なんだよな、説明の仕方が。よくわからんな。まあいいや、取り付ける段階になってね、また、皆さんと一緒にお勉強できればなと思っております。はい。じゃあ一応今回ね、V3 の方は、開封して基板を見るだけに留めておこうと思います。はい。これがケストレル V3 ベーシカー。はい。これも実はね、ここのね、セクター検知の位置がね、ちょっと斜めなんですよ。エロいね、エロいね。はい。そして、こっちに関してはね、なんだっけ、トリガーのチャタリングとか、まあ気にしてないんですよね。そう。要はここが同じセンサーになってますと。ここ、なんでこのセンサーで大丈夫かっていうと、こう、なんだっけ、AK、バージョン3メカボックスのトリガーってこんな感じじゃん。そう。要は、トリガーと、なんかもう一個なんか、
金属パーツがあってトリガー切るとこれがニュンって動くみたいな、なんかそんな感じなんですよ。それだとチャタリングが起きづらいっていうか起きないんですよね。そうだからこういう従来通りのセンサースイッチでも問題ないっていう、設計しそうなんだと僕は思います。はい。で、それ以外に関しては、これももちろん段階方式、そう、要はセーフティーを検知するタイプなので、電子ロックがかかるタイプになってますと。はい。まあ、それぐらいかな。うん、V2 との違いとしては。はい。はい。ではね、今回ね、2024年、はい、2月に、ケストレル、V2、V3 ベーシック、リリースされます、されましたよっていう、そして、その、されたものの中についてね、軽く動作チェックの方をしてみました。はい。これがね、日本の国内のね、ショップで販売されるまでは、そんなに時間はかからないと思うので、その販売される前には、できるだけ僕の方で早くこれを搭載して、レビューの方、レビューというか、まあ、実機搭載のね、評価っていうのをね、ちょっとしたいと思ってますんで、はい。僕はね、必ず DSG を載せます。はい。DSG が動けば、普通のシングルセクターは問題なく動くって話なんでね、はい。大は小を兼ねる的な感じで考えていますので、はい。引き続きね、僕の動画が気になる方は、はい、チャンネル登録と、そして、グッドボタンをいただけて、さらにベルマークをオンにしてね、よろしく。はい。じゃあまたね。